中ぐすく村は、沖縄県中上郡の村。村の人口密度は、同郡北中ぐすく村に次いで、全国で2番目に高い。また同郡読谷村、茨城県中郡東海村に次ぎ、全国で3番目に、人口の多い村である。2015年の国勢調査では、人口増加数は、全村中1くらい、増加率も10.0%と、豊島村に次い2番目に高い。 村の南部に琉球大学の千原キャンパスがあり、周辺は学生アパートが立ち並び、活気がある。沖縄本島中部の東海岸に位置し、中城湾に面している。国道329号の東側は、海抜10メートル以下の中積定地。村長、浜田京介下表の運行会社の琉球は、琉球バス交通の路線、沖縄は、沖縄バスの路線、那覇は、 那覇バスの路線、東洋は、東洋バスの路線、複数表記は共同運行路線。BT イコールバスタ125番は、那覇空港、那覇バスターミナル、首里、前原、普天間、イオンモール、沖縄らイカムを発着、経由する路線で、中条村内を通る便は、平日1日1本のみ。村内では、県道29号を経由する。三十番は、中条村内で、 国道329号を経由する。94番と97番は、那覇市と294番は、浦添市と、それぞれ、琉球大学を結ぶ路線で、94番は、首里駅と琉球大学を主要バス停のみに停車して運行し、97番は、那覇市中心部発着。294番は、手凧浦西駅発着。中条村コミュニティバス。 五三丸バスは4路線あり、東洋バスへの委託運行。沖縄自動車道経由の路線は、中条パーキングエリア内にある、中条バス停に停車する。かつては、中条公園を経由する路線や、県道35号を回った後に、東館で折り返す荒垣線という路線があったが2005年に廃止された。ありがとうございます。